はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。ファイナルファンタジー7リメイク続きやっていきたいと思います。なんかあったよね。なんかサブクエストかなんかやって終わらせたって感じだね。いいです。さあ着いたよ。疲れたでしょ。およ。まそうだな。でも労働の後はお楽しみ、スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。大人の格好して。私もちょっと疲れちゃったね。えミッドガルにはずっと。そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする、もう少し街を回ってみる。いや十分だ。ただいま。おかえり。お散歩そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から。じゃあ次の作戦は。マリー、店の前でジェシーを待ってくれ。うん次の作戦、明日結婚になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。雇い主としては最低だよ未払い資金未払いのはない。なんか会社しか出てこないんじゃない。本当ごめん、もう少しだけ待ってて。お詫びにどうぞ座って。何にしましょう。きついの、そんな気分じゃないじゃあきついのできついのくれないか。どう？好きって言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだお客様、さすがお目が高い。続きましては。ん？入れてなくない？いつ入れたのそれ。当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。いや違うだろ行かなきゃ。違う な、絶対狙ってないと思うけどクラウドごゆっくり。ティファの目と同じ色だな。すげえ赤いよ ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。次も一緒なんでしょ。報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時に。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。有能っていうか割り切ってる方が楽だよな、そういう状況なら。時間を潰すか。あれこれあれか、時間経過がなんかあったよな。よし待ってみるか。なんかやらなきゃいけないの。アクション。あ、動くんだ。あれだよね、ここ時間潰しだよね、多分。あ、何？ちょっと待って。何これ？ダーツだ。はい。A でダーツ投げ、命中したエリアの得点が持ち点から引かれます。3投で1回です。
持ち点がぴったり0になるまで回数を競います。01回ダーツを投げるまでの制限時間があり、ターゲットカーソルが小さくなるほど正確にダーツを投げられます。できるだけ高得点のエリアを狙って少ない回数でクリアを目指しましょう。ダーツ盤の中央にあるプルや、狭い円状の、ダブル、トリプルエリアにダーツが当たれば多くの得点が入ります。ただし持ち点がマイナスになるとバースト状態になり、そのラウンドは失敗となります。なり持ち点は巻き戻りますので、ご注意しましょう。あと1投でクリアできるリーチ状態になったらクリア目前です。ダーツ盤にリーチエリアが表示されます、されるので、そのエリアめがけて最後の1投を決めましょう。ハードカード、01じゃねえかよ。ああ、なるほど。これ重なってもいいよね。はい。はい。56は一発は無理だな。で、16シングルでいいのね。7ヘッジだ。んだよ。はい。ポイントなんてあんの？あ、なんだろう。ウェッジに負けたのがちょっと悔しい。あと1回だったらなんで、あそこ決めとけよかった。おとなしく待つか。ちょっと待って、ちょっとワンチャン考えるけど、まあいいや。ちょっとあれだな、セーブロードしなそう。で、楽しもう。カウンターでティファを待ちますか。まあ、ちょっと待って、これ、中入ってるよ。だからあともな。なんか、これ、あれじゃない、花じゃない？お、黄色い花か。変わった女だったな。黄色い花か。終わりかよ。なんだよ。なんかねえのか。ちくしょう。なんだよ。期待したのに。何にもなかった。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ちいい。
上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか？あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。じゃあ行きますか。え、極楽ビックス早すぎ。あ、いいね、こういう感じいいよ。あいつらなんだ。右腕が銃の男、近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。おい、まったく、うちのボスは人使いが荒いぜ。その分役得もあるけどよ。どうした？何見てんだ。見るだろ。わかんのか。兄ちゃん、近所の人かい？まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか？この辺りに根城があるらしい。どうだろう。鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ？200、うん、300だ。まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。お、何？囲まれてるってやつ。本格か。見てんじゃねえ。すごいなあ。あさ、ゲームだからしょうがないんだけど、歩く姿が、歩き方が全く同じ動きだ。ザコどもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。向こう側？折り返え。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。なんというフラグ。逆にここで待機していきなり襲っちゃえばいいんじゃない？おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。ふん、神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。はいはい。すごい。これだ。おい。配布？おいおいおい、それは卑怯だぜ。悪いな。何？ワイフとはちょっと卑怯だ。集中して。こんなやられる。あれ？おーいい。ちょっとさ、邪魔じゃない。右腕が銃の男の話だったな。いや、なぜ殴ってる？俺は命令されただけで、何にも知らねえんだ。だから命だけは叩き切る。危ねえ、今死ぬだろ。決める。
俺には関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。何もねえな。回復だけしとこう。これこのタイミングでケアルの方がいいのかな、それともポーションとかアイテムで回復した方がいいのかな。寝ることを考える、もしも休んで MP とかが回復するんだったら確定だけど。何でも屋の部屋だ、部屋。大家さんがいない。ほい。おかえり、遅かったね。なんつって、話があるんだけど、入れてくれない？じゃあ、前置きはなしで。今度は何の礼だ？次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ？取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街、プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。手付金代わりね。イフリートだ。召喚マテリアをセットすることで召喚獣を召喚できるようになります。召喚マテリアは武器の特別なマテリア、これけ、ね、マテリア穴でいいの？ケツでいいの？に一つだけセットできます。あ、一個だけなんや。召喚獣は召喚マテリアが共鳴し、サモンゲージが発動する。特定の強敵とのバトルで召喚できます。はい。雑戦ダメっすか。私の計算だと、出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。ということは、俺ね、これか、これがイフリートマックスって書いてある。変わることはないんだね。おお、見破るすげえ。あんな、あ、さっきのやつやんの忘れた。必要ねえか。OK、 じゃああれか、一旦セーブか。いいよー、準備はオッケー。あ、いやって感じだ。どうぞ。待ってる時間も幸せだから。なんつって、しっかり準備してきてね。準備はオッケー。じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。ここでね、イフリートだもんだって。でもこ、あんなのあったっけ、こんなイベント。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？
ジェシー様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか、かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何？私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？いない。じゃあ、みんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。ナイス。聞こえる？ああ。上に行く理由、リクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。シンラの？まず無理だな。そこでクラウドの出番。お、マジで動かせる。無事通過。ここから厳しくなるから。どういうことだ？偽造 ID で身元はバレないけど、こんな時間にスキャンがあったら。ごめん。そういうこと。おいおい、マジっすか。でもクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね？ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる？遠くを見てれば酔わない。やったー。楽しそうだ。そりゃもう、だって一緒に敵を乗り越えた。どうやって戦う？男と女は殺す。もしかして物足りない？これどうやってやんの？これどうやって向こうに行くの？お、お、お、やっと気づいた。左になんかあると思ったけど。快適な。いや。あ、なるほど。あ、なるほど。ガードもできんだ。マジか。もしかして物足りない？はい。いいね。俺プレステのあっちの時のなんだっけ、バイク苦手なんだよ。あれ、こっちじゃない。あ、こっちだ。いた、足りる。動くよ。警告されたら素直に止まるわけ。こりゃ止まらねえけどよ。でしょ。力づく上等。届かない。よいしょ。こっちも頼む。上げっぱなしでやってほしい。おお、これ結構ピンチだよね。どうする、どうする。揺らすな。今ビビる。おい、あー、もうなんだろう。プレステの時も苦手だったんだよ。バイクのあのステージ。
おお。危ねえな。プレステのやつの方よりは簡単だな、まだ。本当だよな、なんか嫌なもん来たなと思ったよ。大丈夫。この状況のどこだ。俺がいる。急で。そんじゃ、頼むわ。あー、そう。もうちょい離れるよ。なにやっきなしっすね。誰ソルジャーより連絡、これより追跡を開始するとのことです。了解。ヤツが来るのか。だろうな。ヤツが来る前に終わらせよう。巻き込まれるのはどれだ。おめえ、さすが。やっ、なんだクソ。今の敵必殺技でしょ。名前とかつけてないの。スピンダッシュって書いてあります。もしかして足りない。よいしょ、おい。なんか音がする。当たり前じゃない。出た。おお。やった。このまま駅に向かうのか。うん。車庫へお願い。ああ。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてる。よし、マジかよ。やらせるか。はい、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 やってた。はい、はい、あと一発。クレアの急いで。はい、はい、はい。遠距離攻撃必殺って書いてあるから、どうやってやるんだ。溶け、やべ、タイムリミットだ。巻き込まれる前に撤退するぞ。了解。どうしたんだろう。やべ。おう。なんだっさ。なんだ。気を抜くとすぐに追い抜いてしまう。やあ、レディーとドライブかい。いいね、私も混ぜてくれよ。釣れないな。まあいいか。じゃあ競争をしようか。競争。俺に言ってるのか。他に誰がいる。断る。あー、聞こえない、聞こえないね。危ねえな。遅すぎて耳に届かないよ。避けろってか。まず近づかねえと何にもできねえ。どうやって必殺技構えるの。この人にだってこうか。その力ってきそう。
ちくしょう。プレゼントを準備。おい。プレゼントだけを見てくれ。わあ、くそ、今かった。バイク苦手なんだよ。プレゼント機が苦手なんだからやめてくれよ。こんな長い道路あんのかな、首都高みたいに回ってんのかな。そういう道路なの。遅いな。あっと、予測せず私たちを助けてくれよ。ハハ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 ハ。本当だよ。もうバイク苦手なんだよ。驚か。ランデブーと行こうか。ハハハ、クソ。いやー、さすがだな。本当にこれ苦手なんだよ。経験値失われません。これまでの戦闘の経験値は失われません。失われないんだったらいいよ。